あラブ神戸って書いてある、うん、書いてある、書いてある。グリル一品ある、すごいわ。さすがの値段やな。あ、結構、あ、だからそのいろんなあるよ、いろんな。いいね。ワイン、ワイン、そう、ワインはどこにあるの？六甲サイダーあるね、ほんと、ビール。あ、六甲サイダーもらうわ、飲んでみよう。今日暑いから結構白の仮目でいいんじゃん。まあまあ、それはどうか、うんうん、お魚がいいん、白は。ん、そう、白がね、魚の方が合う、結構。あ、そうです、ね、うん。神戸セレクト、白のセレクト、はい、はい、甘口になります。甘口、はい、はい、400円になります。あと六甲サイダーください。はい、700円です。はい、はい、どうせやったらマーがこれワインと合うやろっていうやつをチョイスしてほしいな。あ、マジで、うん。それやったらもう先 あったぐらいだよ。あ、ほんまに？もうあれでよかった。あのチーズとかの。あ、はいはいはい。なんか明石だことモッツァレラチーズのみたいな。あ、美味しそう。でもそれ白に合いますからね。なるほど。うんちくい。ワインブースもある。あ、はい。結構向こうも。あんね、ですね。あんまり行ったらちょっとごめん。帰りが遅くなる。帰りが遅くなる。せっかくやからね。キッシュ。キッシュや。すげえ。キッシュ。キッシュ。うまそう。あ、確かに。キッシュ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 行く？行きますか？うん。あ、めっちゃいい匂いする。まあ、奥はいいんじゃん。あれ、あれ、そう、ほんまにあるんやろうけど。掘っていったら。あまりにもゴメスから離れすぎる。キッシュとそのさっき言ってたチーズ買う。はい、500円でございます。このなキッシュがめちゃめちゃ美味しそうでさ。そう、あ、美味しそうやだったらもうえらい温めるのとかで、あ、キッシュの時間かかっちゃって、そうなんかチンしてトーストしてみたいな。おばちゃんがこうてんやわんやった。大人気200円やったわ。いや、またしたなとは思っててんけど、2杯目も行っちゃうと回すの。ちょっと伸びたんだ。ツナとかも入れて。なんでそんなことするの。キッシュ美味しそう。キッシュ美味しそうよ、ほんまに。なんか有名なとこらしい。はい、こっち、これめちゃくちゃ甘い、こっち。うん、待って待って、もう八甲でも家帰ってんだよ。あんなに待って八甲でも、うん、帰るわ言うて。八甲の帰るわ。いいやん、こんなおしゃれなキッシュ。出ないとこは人気ある。うそ、え、まあまあ、いや、もうまあまあまあ並んでたよ。うん、いや、まだ奥ある、めっちゃ。あれが中腹ぐらいまでしか行ってない。マジ、うまみんなこの匂いにやられてたの。いや、ほんまにめっちゃいい匂いしたもん。うまい、マジで美味しい。
あ、まあそれ何やったっけ、明石だと、明石だとモッツァレラチーズのオーバーソースがけ、うっそ、もうおいしそう、明石だね、モッツァレラチーズ、うん、フィッシュうまい、お兄さんがさ、横のお兄さんがこぼしてすごい手やわいやん一人で見させられるもんですね、おいしい、タコすげえ、あ、ほんまに明石だこ、明石ね、いいね、方言ね、これキャンドルも灯されてさ、なんかで道行くアベックがさ、手つなげたりすんのよ、アベック、アベック言わん、アベックがそれ見てえな思ったよ、手とかつなぐんやな、みんなつなぐ、つなぐ人はつなぐ、俺けど家の教え的な男は黙って前歩けって言われたからさ、家は、うん、やっぱ家はやっぱ繋いでたよ、男は黙って、お父さんメキシカンじゃん、うん、で男は黙ってこうで女についてこさせるっていう、散歩、散歩後ろね、余裕はなって言ってた、それをスペイン語で、スペイン語で言神戸ワインと野瀬ジンジャーエールの、あ、コラボな、うん、あ、めっちゃええやん、あー高らかにさ、商店街に、あーいやあんまそのトーンで喋ってるやつおらんで、生姜の感じ、はいはい、ほんまに結構強めのジンジャーが、ほんまに、ワインより、そういいですな、このプラスチックのワイングラスも、あ、いや、ええねん、そのワインのやり方せんで、それええねん、うわわ、それブランデーやで、その持ち方、ほんまはワインはその持ち方せんから、なみなみやしテイスティングする量じゃん、あ一緒やな、匂い嗅いだ時とジンジャーがすごいわ、ちょっともう鳥見えてきた、ジンジャーが強すぎて、うわ、ジンジャーとジンジャーでだから反省するから切り替え、反省早いですね、その場所だけは笑ってあげてほしい、あ、その場だけは多分こいつ面白いと思って言ってるんやろうなっていう時だけは笑ってあげてほしい、それは、うん、分かりました、鳥居見えたわ、うん、もっともっと反省はすんねんか、この後うんまよなあ、やばい、いやー、鳥居くぐった感じなんだ、反省文は今出せしたためるんで俺は後で考えるけど今の今出せすぐ直で反省、黙想せ一回だから、なんで精神統一なんで自分を収めなかったえ、でも美味しい、美味しいよなこれ、普通に飲み物として、はい、良かったなって言って、よかった、これが5年ぶり、これ5年ぶり、5年ぶり、そして2日間しかやってないという、あ、すごい、いい時に来た、いい時に来た、だからみな皆さんもこの来年のねワインフェスタの参考にね、こんなんやってんねや動画が上がる頃には終わってるもん、待てよ、待てよ今日まで、今日までいいな、疲れてはるやん、安心感すごいわ安心感溜めてでも面白いな、面白い顔やな